この動画では対数関数の微分の計算についてグラフを使ってその計算を説明するという話をしようと思います。logx っていう関数を x で微分すると x 分の1になるというのがありますけれどもこの微分の計算っていうのは指数関数 e の x 乗の微分が e の x 乗になるという事実から逆関数の公式を使って説明されることが多いと思いますけれども まあ今回はその逆関数の話とグラフの話を結びつけてログ x の x による微分が x 分の1になることを説明します。対数関数は y= ログ、x、のグラフを書くとこういう形になるわけですけれども x 座標が t で y 座標がログ t であるという点に注目してその点でのグラフの接線その傾きを a としましょう。 ログ x の微分が知りたいというのはこの傾き a が t でどのように表せるかというのを知りたいということになります。指数関数のグラフを同じように書くとこういう形になるわけですけれども対数関数と指数関数が互いに逆関数になっているつまりログ x イコール y であるという関係と x イコール e の y 乗であるという関係が同値であるということはグラフの方で説明するとこの Y イコール X という直線について二つのグラフが線対称になっているということに対応していますすると今注目している点に対してやはりそれを線対称に移した点が Y イコール E の X 乗というグラフ上にあるわけですけれどもこの点の X 座標がログ T で Y 座標が T つまりこの T とログ T が X と Y が入れ替わった形でこちらのグラフと こちらのグググラララフフフ対数関数数数関関のののとと指にに載っってているといいるう状況になっていますこの x 座標が logt で y 座標が t という点での y イコール e の x 上のグラフの接線これがどのようになっているかその接線の傾きというのは指数関数の微分の計算が e の x 上の微分が e の x であるということを使うと x 座標が logt ですから。 この x にログ t を代入した e のログ t 乗という形になります。ところがやはりこの e のログ t 乗という式もログと e が互いに逆関数になっているということからこの y がまあログ t だとどうなるかという話ですけどこの y をログ t だと思うと x イコール t になりますので結局この接線の傾きが t になるということですね。つまり流れとしては y イコールログ x の点を取りました。グラフ上の点を取って、x 座標が t、y 座標がログ t それを y イコール x について折り返した曲線の、y、x 座標がログ t y 座標が t での接線の傾きが t になると。この初めの t と、この折り返した接線の傾きが t になるということです。ところが、やはりこの2つの接線っていうのも、互いに y イコール x というこの直線に対して折り返したものになってますから、 二つの直線のこの傾きの関係というのは互いに逆数になっていますね。こちらの傾きが2であれば、こちらの傾きが2分の1。こちらの傾きが3であれば、こちらの傾きが3分の1。そういう関係になっている。というわけですので、t 分の1が a という式が出てきて、これが知りたかった最初の微分の計算の結果というのに一致します。つまり、対数関数の接線の傾き a が その x 座標 t の逆数になるというのが得られました。